はい、では時間になりますので始めさせていただきます。本日が平塚競輪のミッドナイトですねの初日、まあ、ガールズと A 級の 1,2 半かの急行レースをですね、まあ、予想しながら勝っていこうかなと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、ではですね、1レースの締め切りが20時45分、あと15分ぐらいかななっておりますので、買われてない方はねちょっとお気をつけください。はい、ではですね、ちょっとね15分ぐらい時間がありますので、まあ、予想しながら買っていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、一応今日なんですけど、まあ、ちょっと初日っていうところもあるので、まあ、その前節の調子とかを見ながら予想は組み立ててみたんですけど、まあ、どうしてもやっぱりねちょっと様子見っていうところはありますので、まあ、ちょっと点数絞りながらちょっとねしっかり様子も見ながら当てていきたいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、やっぱり、ね、2日目3日目とかになるとね前日の調子とかが見てわかるんですけど、ちょっと初日だとね前日までのしかちょっと見れないんで、前節かまでのしか見れないんで、まあ、ちょっとねそこを加味しながらちょっと予想していきますのでよろしくお願いします。はい、1レースですね。でここがガールズで6社立てになります。点数上位はもう小林莉子選手ですね。もうダントツの 56.34 ですね。まあ、石井弘子選手も55点か。で、久米選手がいて、流選手がいてて、結構、ガールズの内枠が今節結構強力なんですよね。なんでそこをどう取るかですね。まあ、結構拮抗しそうな気配はあるんで、ちょっとね、そこが予想のね、難易度をちょっと上げつつ配当妙味もあるというところだと思いますので、ちょっとそこをねしっかり仕留められるようにやっていきます。ここ展開としてはバックの本数が、まあ、久米選手がね8本持ってるんで、まあ、ここはまあ先行よりかなというところになりますかね。 で2番の石井弘子選手が、まあ、先まくりで、小林莉子選手が合わせてまくるような展開になるかなと見てます。でちょっともう右にもね買い目は書いてあるんですけど、ここはもう力でもうねじ伏せちゃう、まあ、1-2 ですね。1-2 の3-4、まあ、流選手の追い込みと久米選手の残り目というところですね。であとちょっと逆転が何かあるかとすると、まあ、久米選手の残り目があるかどうかかなっていうところでは考えたんですけど、まあ、1-2 の3-4だけでいいかなっていう、まあ、強いて逆転を買うなら2-1-3なのかなとかも考えたんですけど、まあ、ちょっと配当妙味がね 1-3-2 だと10倍ぐらいつけそうなんで、ちょっとここはね、ちょっと買ってみようかなと思います。はい。なんで、この3点で、ちょっとね、買ってきますね。1-2 の3-4ですね。まあ、多分、まあ、人気サイドにはなるんですけど、まあ、でも、配分変えながらって感じですね。うん、無理せず、まあ、初日なんでね、ちょっとこれで合計で900円ですね。ちょっとこれで買っていこうかなと思います。のりくんさんありがとうございます。こんにちは、あこんばんはか、よろしくお願いいたします。はい、どこですかね、合計900円。サクサクね取れるといいんですけどね、まあ、やっぱりガールズのね2個レースをしっかり取れるとその日も乗れるんでね、ちょっと頑張りたいですね。のりくんさんありがとうございます。132ですね、ありがとうございます。ちょっと自分が穴かなって言ったところをもうピンポイントで1点ですね、ありがとうございます。石井弘子選手が先攻めかま先行もありそうな気がしますけどね、どうだろうな。まあ、小林莉子選手はねいずれにしてもまくり構えになるでしょうから、あでも刺すでしょう、かなと自分も見てます。はい、のりくんさんの132はね11倍ぐらいつけるんで、
うん、美味しいですね。しっかり当てて、次のね、ガールズは、7射立てか。なんで、そこもしっかり押さえてですね。で、今日はやっぱりね、予選競争らしくて、やっぱりこの内枠、まあ、1番射ですね、まあ、しっかり勝てる競争になってるのかなと思いますので、まあ、そこをじっくりね、まあ、ちょっとね、連覇がちょっと荒れそうな気がするんで、ちょっと仕留めていきたいですね。皆さんもね、何か買われた目とかね、書いていただいて一喜一憂できればかなと思いますので、よろしくお願いします。首位争いがね、激突しそうなんですよね。柳原真央選手ね、日野選手でね、まだしっかり仕留めて、今日金曜日ですよね。金曜日でまだお仕事中の方とかもね、まだ多いのかな。あれか、まだ小倉の決勝が終わってないのかな。もう終わったのかな。あ、そうですね、今小倉の決勝やってますね。まあ、それが終わり次第って感じですかね。さっきね、A 級戦やってみたんですけど、ちょっと恨めくっちゃったんで、はい、ちょっとしっかりここで巻き返したいですね。締め切りまだあとね、4分ぐらいなのでお気をつけください。あ、そっか、今日はあれですね、平塚はね、あれですよね、本中継の方でね、新しい試みとかね、やってますからね、まあ、そっちもね、見つつ、まあ、予想とかはね、こっちで参考にしていただいてっていう感じですかね。しっかりね、当てていかないとね、視聴者さんどんどん離れていっちゃうんで、ちょっと頑張って当てられるようにやっていきます。あとはね、ウィンチケット使ってない方ね、ぜひ新規登録していただいて、分資金ですね、確保よろしくお願いします。まだまだね、他社使ってる方も多いと思うんで、まあ、新規登録と1000以上のチャージして、こちらの紹介コード入れると招待くじっていうのが引けるので、ぜひ新規登録と1000以上のチャージですね、よろしくお願いします。
かそっか、明日からね富山の G3 かも始まるんで、まあ、2日目と最終日か、ちょっとねライブ配信できればかなと思っておりますので、ちょっとね久しぶりの旧車のライブ配信なんで、ちょっとねしっかり穴も狙いながらね楽しみたいですね。もう終わりましたかね、小倉はね。あ、奈良さんありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。ここは校舎揃いで2車単で123のボックスですね。ありがとうございます。そうですよね、小倉のね決勝ね、ちょっと自分ちょっとこのミットがあるんで S 級はやれなかったんですけど、 A 級やってねちょっと裏食っちゃったんで、ちょっと巻き返します。奈良さんもねぜひまた鋭い予想よろしくお願いします。小倉だね、大きい牌となりましたね。はい、締め切りまであと1分ぐらいなのでお気をつけください。奈良さん、ダメでしたか、小倉の決勝ね。なんだかんだで、ね、LINE のワンツー、1着3着でしたけどね、ハサミになってましたね。こういうのがね、後輩となりますよね。ここは石井選手より、そうですね、小林理子選手強いですからね。自分はここはね、頭は歯向かなくていいかなと、見てるんですけどね。はい、じゃあ45分で締め切りなので発送のね50分までもう少しお待ちください。はい、まあここはね、まあ、
石井選手もね、普段のこういうミットだったら本命張れるような選手ですからね。久米選手もそうですけど、流れ選手もね、前節、あれ前節、前々節だったかな、すごい良かったですもんね。A 級戦の9個レースで行われます。どうぞ最終レースまでお楽しみください。競走は第1レース、ガールズ予選競走1です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番東京小林理子、2番東京石井博子、3番静岡久米詩、4番愛知流れ見る、5番埼玉梶田舞、6番北海道海老原アンナ、以上のメンバーによる対戦です。このレースは6車立てとなります。天候は晴れです。気温は現在26度、湿度は 85%、 風は南東の風 0.5 メートルと発表されました。バンクの微風です。風向きとなりますとバック追い風となっています。バック追い風、はい、追い風ですね。今日はだいぶ涼しいコンディションとなっています。初日のこの1レースからグランプリチャンピオンが3人乗りました。発走いたします。今シーズン実力者が揃ったガールズです。発走準備
整いました。6名構えての号令かかりました。まもなくのスタートです。第1レース、号砲になりました。第1レースガールズ予選1がスタートです。まず上がっていくのは4番流れ見るが前を取って1コーナー、続いて5番車梶田舞、2番石井博子、1番小林理子、6番が海老原アンナ、最後尾3番久米歌です。2コーナーからパックストレッチ、先頭は4番が愛知の流れ見る。ここは4月のフレッシュクイーンを走って以来となりました。流れ見る、このところレースの動きが冷静に見えるようになってきましたと昨日話していました。2番手5番埼玉梶田舞、オールガーズで落車して少しダメージがあったようですが、ここまではしっかりと練習はしてきましたと言っていました。5番梶田舞、3番手から2番車東京石井博子です。平塚は思い入れのあるバンク、年末の平塚グランプリへ向けて現在賞金ランキングは第3位、アウトコースから上がったのは3番静岡久米歌、オールスタードリームレースに乗って箔をつけましたが足りない部分も分かって収穫のあったレースでした。2番手に入りました3番久米歌です。そして1番小林理子は5番手にいます。ここ1番の勝負強さが光るガールズ初代チャンピオン、先のオールスターアルテミス賞を制しています。1番後ろは6番車北海道海老原アンナ、非常にすばしっこくバランスもいい走りをする選手です。海老原アンナ最後尾です。2周回目の第4コーナーを待ってホームストレッチ、先頭は4番愛知の流れ見る、2番手から3番静岡の久米歌、今打掌周回に入りました。3番手5番の梶田舞がいて、2番石井博子、1番小林理子、6番海老原アンナ最後尾、この体勢のまま今第2コーナーからバックストレッチです。まだ動きがなく4番流れ見る後ろを確認しています。今ジャンが鳴りました。流れ見る先頭、2番手に3番久米歌が少し車間を切る形で2センター、今4コーナーを回ってスローペース4番流れ見るです。まだ後ろの出方を見ています。そのまま逃げる形となるのか、今残り1周を切ったところで4番流れ見るそのまま先行する形となりました。1コーナー2番手、追いかけっとここで6番の海老原が落車しています。走っているのは5人です。2コーナーからバックストレッチ、4番流れ見るが先頭、2番手から3番久米歌が番手まくり、200を切っての第3コーナー番手まくり3番久米歌、そして5番の梶田舞、そして東京勢が現在4番手5番手で3番手4番手で4コーナー回りました。3番久米歌先頭です。久米歌がそのまま逃げ切りました。3番2番押し切った3番久米歌番手まくり、しかしこのレースは6番海老原アンナが落車棄権しています。3番久米歌バックから番手まくり、伸びてきた2番石井博子が2着入線です。3番2番5番あたりの感じですが確定ではありません。このレースは落車がありました。6番海老原アンナ落車危険です。1レースガールズ予選競争の1位、4番流れ見るが先行、2番手にいた3番久米歌がバックから番手まくり、それではリプレイをご覧ください。久米歌先頭、5番の梶田舞が追いかけましたが2番石井博子が2着に入っているような感じです。このレースは審議となりました。第1コーナー付近の事象について審議となっています。決定放送まで。はい、1レース見ていただきました。ちょっとねだいぶ波乱の感じですね。持つは見てないですけど325ですよね、多分特大満車券かな。ちょっとね、小林理子選手はね、石井選手の動き出しにね、ちょっと合わせて、ちょっとだいぶ仕掛け遅かったですね。あれじゃダメですね。いや、まあ、これはね、作戦勝ちなんでしょうけど、ね、的中された方ね、いましたらおめでとうございます。295倍かな？おー、すごい。あ、三上さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、花道さん、あ、おとといね、ありがとうございます。ちょっとね、おとといはね、配信、ね、ちょっとね映像の乱れでちょっと失礼いたしました。ちょっとね今日はね初日なんでちょっと様子見ながら、ね、ちょっと絞りながらちょっと買っていきますんでよろしくお願いします。まあね今日はね足見せというかね
様子見の日にはなるんで、まあ、そこまで的中率はね今日は高くないかなと思うんですけど、狙っていきますんでよろしくお願いします。はい、あ、しわつさんこんばんは、よろしくお願いします。あ、一番さんお疲れ様です。あ、あれですよね、さっきの小倉っすよね。いやあれはねハサミでしたね、しわつさんお得意のねはい、よろしくお願いします。あ、白豚様ありがとうございます。大荒れですねこれね。これは取れないですね久米選手の頭から流さないとダメですね多分ね。はい、一番さん、はい、またお待ちしてます、よろしくお願いします。ああ、しわつさん、はさ確かにそうっすね、あの並びになるとちょっと挟みづらいですよね。うん、いやでもそこが高配当のね、秘訣になりますけどね。うわ、3人5で確定っすね。いやーすごいですね、290で6倍か。これは久米選手の頭固定にして、3000前か32前とかですかね。で、的中された方ね、いましたらおめでとうございます。ちょっと自分は全然ダメだったんでちょっと次取ります。はい、バックの追い風とか関係ありますかね、どうだろう。荒れる一日になるのか、ちょっとね早めにね、荒れるんだったら早めに軌道修正して、荒れないんだったらねしっかり取っていきたいですね。あ、でもそうするとまくり追い込み先手かなり有利になってましたよね。うん、いやーこれ先バック向きバックが追い風なんですよね。追い風、ホームが向かい風ってことはまくりが届きづらい。いやマジか、そうすると日野選手買いづらいな。結構逃げ残りがありそうですよね。でもここね、あ、愛知マンさんもありがとうございます。あ、そうか、高木選手、そうですよね、地元っすもんね。まあ、ここ、まあ、さっきみたいな展開で先攻めでいければ面白いですかね。4頭、自分はちょっと4はね2着までしか予想しなかったんですけど、どうすかな、日野選手な。いや、いいか、とりあえず前予想でそのままいきます。ちょっとバック向かい風、あ、バックが追い風っていう情報が入ってるんで、そこをどう取るかっすね。まあ、さっきみたいにこう先手打てないと厳しくなるのか。まあ、さっきは多分本当完全に仕掛けのタイミングミスだと思うんで、なんとも言えないですけどね。あ、もうちょっと画面切りが出たんでしょう。あ、ふんわりさんありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。三上さんが1から2、3の折り返しですね。4を抑え。一番さん、高木山選手の残りに期待。1、2、3、中段位置取りで、1、2の4の1、2、3。4の1、2ですね。ありがとうございます。シャツさんは日野選手と、あ、そうですね。柳原真央選手。日野選手は予選強いがメンツによると。そうですね。ちょっと仕掛けのタイミングとかがね、ちょっとミスちゃうとダメですもんね。いやここはね、シャッターは柳原選手の頭ですね。了解しました。はい、愛知マンさん、はい、いってらっしゃいませ。ここね、美人さん揃いですよね、今ごとね。
は日野選手の頭からちょっと自分は狙います。21の3よ。ここはね1頭なのかなという、まあ、力だけで見ちゃうとねなんですけど、ここはねちょっとここからのまくりですね。柳原選手に合わせて、まあ、さっきの、ね、小林理子選手、ね、その展開を期待したんですけどちょっとねダメでしたね。この荒川選手が多分日野選手のマークついてるかな。多分皆さん多分一頭だと思うんで、自分はちょっとね穴っぽいですね。ここはね、集まりできるのがガールズの魅力ではあるんですけどね、ちょっとここはまだ初日なんで様子見っすね。はい、自分は2の日野選手からちょっと狙ってみました。柳原選手の 2,3 着固定ですね。でマークする荒川選手、先行している高木選手の残り目ですね、あ絡みですね。で自分はちょっと買ってみました。さん、そうですね、まあ、ガールズで、ね、その展開深読みするとすごい深いんですけど、まあ、もう本当順番というか、まあ、力通りにね本当は決まりやすいのがガールズなんでね、ちょっとねここはちょっと順当に収まってほしいですね。のりくんさんありがとうございます。1から23の237、おお、ここでオレンジいきましたね、ありがとうございます。奈良さんが1221の345と1331の245、柳原真央選手かな、本当は日野選手、うん、そうですね、当てに行くなら柳原選手ですよね。自分はちょっと狙いに行ってだったんで、そうですね、まあ、どっちになるかですね。あでも奈良さん、ね、2の差し目も買ってるから、そうですね、どうなるかですね。ありがとうございます。ふわりさんが132123の56ですね、ありがとうございます。シャツさんが131から34の2345、123ですね、うん、ありがとうございます。三上さんが1から23の5ですね、ありがとうございます。でもさっきみたいなレース展開だと中西選手がね S 取りして前焼けからね早めに先行体制に入ると面白いかな。あでもこう見るとバックの本数が日野選手と、ね、柳原選手変わんないですね。なんか日野選手はどうもなんか中段からのまくりのイメージが強いんですけど、うん、あでもあそこはまくり取ってますね、13本ね。その日意外といいんでちょっとね頑張りたいですね。ここ取って、はい、では21時5分で締め切りなので発送のね10分までもう少しお待ちください。島さん、おちょっとだけ覗いてみますね。
不対決。ああ、そうですね。やっぱ同期対決ってやっぱりね、若いとね、気持ちが入れますからね。ルーキーもそうですけど。締め切りまであと3、あ、ごめんなさい、発送までにあと3分ぐらいなのでお待ちください。とりあえずこのメガールズが終わるともう AK の1、2班になるんで、ちょっとね、実はね、チャレンジがないんで、そうっすね、まあ、しっかり様子、ね、調子も見ながら、全着順ね、調子見ながら今日しっかり取って、明日、明後日、うん、その調子を判断しながらね、取っていきたいですね。ちょっとね、富山の G3 も始まるんで、ちょっと間違っても負けてらんないんで、ちょっと頑張ります。あ、ちょっと待って、すごい配当が出ましたね。1260倍なんだ、ヤヒコ。でもなんか同じあり方としてもね、なんかね、こう展開的にね、こういう風に展開を読んでこういう結果になったよとかだったら全然いいんですけどね、全然違うやつとかだとね、嫌ですけどね。言ったらシャタンでマウントっておめでとうございます。いいな、を迎えています。競争種目はガールズ予選競争の1です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番福井柳原真央、2番奈良日野未来、お願いします。3番茨城荒川光、4番地元神奈川高木優馬、5番愛知中西かなみ、6番群馬神沢明奈、7番青森佐藤由香。以上のメンバーによる対戦です。先頭員は川口直人選手が務めます。柳原真央登場です。本命に抑えました1番車柳原真央、対抗君がその隣2番車日野未来です。発送いたします。そして地元は4番高木優馬、これからしっかりと地力をまた増やしていきたいと昨日話していました。先頭員川口直人選手、今4コーナーを回ったところです。5コーナーありました第2レースガールズ予選1がスタートです。5番中西かなみが上がっていきました。続いて7番車は佐藤由香、4番高木優馬、6番が神沢明奈、1番柳原真央、
2番日の未来、最後尾3番荒川光です。バックストレッチです。先頭5番愛知の中西かなみ、平塚は約4年ぶりの参戦となりました。自在戦の5番手中西かなみ、2番手から7番青森佐藤優香、平塚は相性のいいバンクです。3番手から4番地元高木優馬、オールスターアルテミス賞に出場しました。それをきっかけに先を見据えてもっと自力の足をつけていきたいと話していました。4番高木優馬、4番手から6番車群馬神沢明、当地3月開催最終日はかましを打っていました。神沢明1番車柳原真央が現在5番手にいます。今年はガールズコレクション、そして強豪揃ったオールガールズも制して飛躍の年となりました。柳原真央です。続いて2番車奈良の日の未来、この1年覚醒したゴールデンキャップの日の未来、オールスタードリームレースにも乗りました。1番後ろが3番車実力者茨城の荒川光、ステディーな走りは健在です。3番荒川光最後尾、第4コーナー待ってホームストレッチです。赤番を通過していくところ、まだ動きはありません。先頭5番車中西かなみ、2番手7番車佐藤優香、3番手から4番地元高木優馬、6番神沢明が続いて、1番本命柳原真央は現在5番手です。その後ろは2番車日の未来がいて、最後尾3番荒川光、この体勢変わらずバックストレッチ。今ちゃんが鳴ったところ、5番中西かなみ先頭、後ろの出方を見ながら2センター、2番手7番佐藤優香、3番手から動きを見せました4番高木優馬が発進です。スパート4番高木優馬、すかさず1番の柳原馬が早めに叩いていきました。今先頭に立った1番車柳原馬、そして追走2番車日の未来、3番手3番荒川光、インコース4番の高木優馬、4番手に下がって2コーナーからバックストレッチです。今 200m を切ります。1番柳原馬が先頭、追走2番日の未来です。3番手から3番荒川光、4番手4番のここは高木優馬で4コーナー回りました。1番の柳原馬ハラマンが踏み出すも2番車の日の未来が楽に抜きました。2レースガールズ予選競争の1位、終始柳原マンを追走していた2番の日の未来追い込んでいます。綺麗でしたね。2番1番3番あたり、このレースは異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。柳原マンがかましました。マークしていた2番の日の未来、いいでした。スーパースローをご覧ください。10倍つきますね。2番1番そして3番荒川光です。決定放送までお待ちください。2レースの模様でした。ありがとうございます。第2レースガールズ予選の1をご覧いただきました。高橋選手の仕掛けに合わせて柳原選手も出ていくレースになりました。ホームから一周は切りましたけど、マーク番手にいた白が余裕を感じさせる追い込力を発揮しました。はい、ゴール前に日野選手が指しての、そうね、追い込んで日野柳原3番手荒川光でのゴール決着となりました。はい、決定放送までは今しばらくお待ちください。では放送が入ります。決定。1着2番、2着1番、3着3番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン弁償複式1番2番110円、シャバン弁償単式2番1番620円、3弁償複式1番2番3番150円、3弁償単式2番1番3番1030円、ワイド1番2番100円、2番3番140円、1番2レース決定です。1着2番日の、はい、2レース見ていただきました。まあ、柳原選手がね、まあ、最終的には、まあ、先行というかね、釜先行になりましたけど、まあ、そうなるとね、もうね、もう日野選手の、まあ、差し頃とね、荒川選手がねマークしてるかなと思ったんで、そこでしっかり残ってくれましたね。まあ、展開的には、ね、2-3-1まで行ってくれると40倍ぐらいでズブズブだったんですけど、まあ配当的にはね 2-3-1 でかな、
2、3のでも全然良かったんで、はい、これで一応ね800円だけしか買ってないですけど、どうにかね4000円になったんで良かったかなと思います。はい、適正された方ね、おめでとうございます。自分もどうにかね取れたんで、ちょっと次の1、2反省ですね、ちょっとしっかり取れるようにやっていきます。ちょっとねさっきも言ったんですけど、富山の G3 があるんで間違っても負けてらんないんで、はい、ちょっと頑張ります。はい、あ、シャツさん、そうっすね、はい、美人さん2人ですね、はい、よいしょ。ハラトピさん、はい、よろしくお願いします。今日はねちょっと初日で様子見っていうところもあるんで、まあ、ちょっとねしっかり選手の調子見ながら、流れ見ながらやってきますんで、まあ、そこまで今日は的中率高くないかもしれないですけど、ちょっとね予防線張っとくんですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね次3レースですね、いきますね。21時25分ですね、締め切りが。で、発送が30分になりますので、よろしくお願いします。はい、では3レースですね、ちょっとやっていきます。3レースが、ここがラインが3分制ですね。3番の佐藤選手、2番の戸部選手、5番の桜川選手ですね、の3分戦ですね。でここは、佐藤選手の3番の佐藤選手の、まあ、スタート取りから、まあ、前受けになるかなと思います。で、まあ、八尋選手の追走ですね。で4番峠選手のところですね、あ、ごめんなさい、2番の戸部選手の番手の峠選手のところですね。ここにもしかすると佐藤選手がちょっと絡んでくるんじゃないかなっていう風に見てます。まあ、前受けからイン粘りするのか、それとも番手並走から狙いに行くのか、いずれにしろ多分佐藤選手は自分ではなんか行かなそうな気がするんですよね。でそこをどう取るかなんですよね。で、ここはもう3と、まあ、1、あとは2の番手取れた時の2の残りで、まあ、最終的には力決着になっちゃうんですけど、まあ、1,2,3 のボックスですね。これでちょっと勝ってみようかなと思います。まあ、2の押し切りもありますし、1の差し切りもあるかなと見てるんで、まあ、佐藤選手ね、どうも中間着がね多いんで、ちょっとそこが気になるかな。まあ、でも2着とかね3着も取れてる説あるんで、まあ、ここはねしっかり連絡みはねしてくれるかなと見てます。なんでここは 1,2,3 のボックスでいきます。まあ、前受けからそのままで先行っていうこともあるんで、そうするとね316とか、あ、316はないな、多分136とかになると思うんですけど、なんか自分でやらなそうな気がしますね。前受けからイン粘りそうな気がします。はい、じゃあちょっとこれで買ってきますね。割れてますね。おっと、136、お、めっちゃ割れてめっちゃ割れてますね。こっちのラインから狙うか、2442から狙うかってところですかね。19倍から47倍あるんで、まあ、配当としては多いしですね。まあ、初日なんでちょっとね様子見ながら買ってきます。3がまくり、いやー、まくりはないよな。
とりあえず配分変えながら123のボックスですね、1000円ですね。まあ、配当的には、まあ、3000円から4500円ぐらいの払い戻しできればいいかなというところですね。締め切りまであと3分ぐらいなのでお気をつけください。はい、愛知番さんありがとうございます。316 3から1 2 4 1 2 4 2から1 4 1 4 3ありがとうございます。展開的には3のまくり一発3から1 2 4佐藤選手の動きで ちぎれる。あーちょっと番手で暴れる感じですかね。どうだろう、いつも通りなら、はい、やりますよね。どうだろう、やるかなと思うんですけどね。いずれにしてもなんかいい配当が並んでそうですね。ありがとうございます。あとは三上さんが2から1 4の折り返しですね。1 4集め3 5 6 7抑えですね。2ターンで3から1 4大型叩いて飛べ選手、もはや技のデパートなんでも、佐藤選手ですね。2517ですね。ありがとうございます。弾き飛ばしすぎちゃう。いつもなら多分間違いなく通って。出しちゃったとすると番で飛びつきですよね。インモグリ、スムーズならインモグリで123のボックスでいいと思うんだけどな。はい、ありがとうございます。あとは奈良さんが2442の135 1331の624ですね。埼玉コンビからありがとうございます。でもね、番手やられるかもしれないっていうのは間違いなく警戒するでしょうからね、早めな仕掛けになるかもしれないですね。河野さんが241421ですね。ありがとうございます。はい、一番さん、あ、もう予飛行終わりでこっちですね。ありがとうございます。お願いします。前受けから戸辺選手が逃げ粘る足はあるよな。まあでもすんなり4ね、峠選手をポンってこう弾いちゃって2316であれば3113の6とかまで買わなきゃいけないですよね。って言ったら柴田さんがね書いてくれました。1331の6、1221の34、3113の24、324の124ですね。ありがとうございます。25分で締め切りなので発送までねちょっとお待ちください。シワッチさん、もう15点、あれ15点も買ってます。4、4、6、4、6、10、12点、15点か15点じゃ全然ね買った方じゃないと思いますけどね。ちょっと佐藤選手大好きすぎますよね。いや本当ね。でも前節あれ決勝か、決勝は確かね元同地区だからやらなかったんですよね。
今日は多分関係なしで行くでしょうから普通に2316の周りになるでしょうね。確かに忖度車検ですよ3頭多すぎっすよ、はい、あでも1がちぎれるっていうのはあれですね、動きがちょっと奇抜だからってことですよね。実力で切れるっていうよりは流れの中で切れちゃうってことですよね。そうですね、初日はね軽く広くで様子見ですね、はい、結構なんか自分も分析してみたらやっぱ初日の的中率ってやっぱそんなに高くないんですよね。やっぱり2日目3日目の方が的中率やっぱ高いですね。ちなみに今のとこ4日間連続、100%超えできてるんでちょっと頑張ります。はい、島さん、そうっす、本中継そうっすね、はい。はい、じゃあ行きまーす。順を追ってご紹介いたします。1番福岡八尋翔平、2番埼玉戸辺夏樹、3番福岡佐藤健太、4番埼玉峠雄介、5番千葉桜川雅彦、6番長崎足立茂光、7番静岡稲葉和馬、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となるようです。3レース A 級予選競争、ここからは A 級戦です。内枠の3人、一番人気に押されたのは福岡勢でした。佐藤健太に八尋翔平、この2人がラインを組んで真ん中2番車戸辺夏樹、戸辺夏樹には峠雄介がマークしていきます。桜川雅彦がどう出るんでしょうか。体制完了、号砲になりました。第3レース A 級予選競争スタートです。ここは大外7番稲葉和馬と5番車桜川雅彦、難関勢が前を取りました。3番手から3番佐藤健太、続いて1番車八尋翔平、2番車は戸辺夏樹に4番峠雄介、6番足立茂光最後尾、バックストレッチ難関勢前後入れ替わって前に5番の桜川雅彦入りました。自在戦法
7番稲葉和馬は5番、7番南関勢、3番手に3番福岡佐藤健太、平塚は約6年ぶりとなりました3番佐藤健太です。マークは同県福岡1番の八広翔平、3番1番福岡勢、そして6番の長崎足立重光が九州勢3番手です。3番1番6番です。2番埼玉戸辺夏希は現在6番手、今季初の一般に勝敗した戸辺夏希、この1、2番線2場所走ってしっかりとバックを取る競争をしているようです。同県埼玉4番峠雄介マーク2番4番埼玉コンビです。2周回目の2センターから第4コーナー、前受け体制は難関勢5番7番、ここから動いた埼玉勢2番4番戸辺夏希に4番峠雄介、この2人が押し上げていきましたので3番手からここは3番佐藤健太、2番の戸辺夏希を牽制しながら前に出ました。難関勢は引いてアウトコースから2番の戸辺夏希が抑え込もうとしましたが、ここは突っ張られました。埼玉勢突っ張られて一旦下がります。3番佐藤健太先行体制、九州勢今ジャンが鳴ったところ6番手に引いた2番戸辺夏希です。5番の桜川雅彦、難関勢が4番手5番手5番7番、第4コーナー回ってペースダウンは3番佐藤健太です。一旦緩めて、さあここは後ろを警戒しながら400を切る、さあここで2番の戸辺夏希スパート、埼玉コンビがスパートする、4番峠雄介が離れました。2コーナーからバックストレッチ、よしよしよし、さあこう外から攻める2番戸辺夏希、さあここは福岡勢を叩いた、そう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 、3番の佐藤健太叩かれて2番手、2センターから4コーナー後続を引き離していきます。2番の戸辺夏希です。4コーナーを回りました。2番戸辺夏希が今先頭ゴール、よしよしよし、2番1番です。2番1番3番が取り、第3レース A 級予選競争、突っ張られて一旦下がって仕掛けるタイミングを図りながらホームあたりから一気に行きました。2番戸辺夏希です。福岡勢を叩きました。その心配に異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。戸辺夏希が再スパート、福岡勢をまくり切って先頭ゴール、リプレイスーパースローをご覧ください。2番1番3番あたりです。決定放送までお待ちください。3レースの模様でした。第3レース A 級の予選競争をご覧いただきました。まずは佐藤選手が突っ張って戸辺選手が候補に決まったんですけど、一旦下がらざるを得なかった戸辺が再度出直しても、はい、そのままいっってしまいました。若さが勝ったとでも言いましょうか、そうです、ね、なかなか力強いまくりでしたよ、はい、ただちょっと峠選手が離れてしまって一人でのまくりとなりました、これが ね、年齢との戦いになるんですね、46歳と24歳、いや皆さん的中したのかな、おめでとうございます。やっぱり佐藤選手ね、もう番手飛びつくっていうのをね、もう戸辺選手も警戒しますからね、やっぱ後方になってやっぱ4番の峠選手ね、地獄でしたね、あれはね、絶対ついていけないです、あれは。本当はね、2-1-3、2-3-1でハマってズブズブまで行くかなと思ったんですけどね、ちょっとね、そこまで行かなかったですね、だいぶ口開いちゃって、逆に佐藤選手危なかったですね、3着も危なかったですよね。いやでもよかった、26倍でね、的中できたんでよかったです。的中された方ね、おめでとうございます。26倍が200円か。なんで5280円ですね。ちょっとね、参考にしていただいた方ね、もしいたらおめでとうございます。愛知マンさんもそうですね、もう前節あたりからもう佐藤健太選手の動きはもう狙ってるんで、はい。バッチリ取れましたね。まあ、6点で26倍ならいいでしょう。大丈夫ですよね。はい、うん、まるまるさん5枚取ったんですね。なんて読んだ、ごめんなさい。と、そうちゃんかな、そうちゃんさん、ありがとう。あ、参考にしていただいたのかな、ありがとうございます。おめでとうございます。ここで、ちょっと待ってね、うん、あ、でも5280円プラスか、
5280円なんで、だいぶ美味しいですね。1000円がね、5280円だったんで、まあ、合格点かなと思います。はい、ありがとうございます。すげー配信ます。126万円。おめでとうございます。ちょっとね、ここはでも逆にね、貼ってもね、いいレースですもんね、これね。5280です。9400円ですね。バッチリですね。21時45分が締め切りなのでお気をつけください。はい、これかな。じゃあ次いきますね。そんなにさっきのレースほど自信はないですね、正直。どうすか、4レースか。4レース、はい、では4レースの締め切りが45分なのでお気をつけください。ここがですね、ラインが3分線ですね。1番の榊田選手、あと7番の三浦選手、あと2番の木村選手の3分線ですね。で、ここはもうバックの本数見てもらうと分かるんですけど、まあ、榊田選手が、まあ、そのまま先行するかなと見てます。まあ、木村選手が、まあ、4番手に多分バックの段階でいると思うんですけど、そこはどうなるかですね。まあ、前節結構中間着が多かったのと、あと400番区だとね、1、2着もあるんで、あ、ごめんなさい、33バンクでね、中間着と1、2着があるのが400バンクか。なんでちょっとここはね、ちょっと侮れないかなと見てます。まあ、つまりね、榊田選手の先行であれば1号っていう目もあると思うんですけど、どっちかというと1、2、21の方をちょっとね、狙ってみようかなと思います。はい、いいですかね、そのところですかね。サイドがちょっとわかんないんだけど、どうすかな。つか、売れ筋は1号にですね、1号の佐藤選手の追走から木村選手の絡みで 13.5 倍っていうのがありますね。なんでちょっと買いたい目だけ先にちょっと自分で買ってきますね。そんな多くないんで、ちょっとパターンはね、3パターンぐらい買うんですけど、点数は多くないはずなんで、木村選手のまくりですね。であと差し切った場合の阿部選手まで連れてった時の2位から1位の1位までを合計2、4、6点かな。これちょっと狙ってみようかなと思います。そんなに、
ここで配分変えながらねちょっと勝っていきました。まあ、1号のラインと1-2別線の力ですねで決まった場合のパターンですねをちょっと買ってみました。合計で3700円ですね。あ、合計で1000円か。で、3700円ですね。はい、自分の予想はこんな感じですね。よろしくお願いします。なんかすごい皆さんやっぱ刺身買うか。三上さんが1から2号の折り返しの2号、2から4号ですね。胴型叩いて木田選手、割り込む木村選手、抑え、2福の4523ですね。ありがとうございます。あ、白木さん、昨日、あ、小倉ナイターね、そうだったんですね。まあ、でもやっぱりね、当たるとね、流れ変わりますからね、ちょっとか、ね、この後もバンバン当てていきましょう。よろしくお願いします。あ、一万さん、すげえ、4からですか。4から125、5から124、うわー、マジっすか。マジっすか。いやー、マジか。まるまるさんが2号のシャタン、28倍。あー、2号、5が番手から抜け差し切って2のまくり切りって感じですかね。25、でも28倍美味しいですね。原さんが1552の624、121の543、2ターンで2442ですね。ありがとうございます。はい、一番さん、安倍選手の調子が上がってきてる。郷佐藤選手も地元、踏み出し悪いけど強そうなのシビア、2盾ですね。51の236、52の14、5から124、4から125ですね。ありがとうございます。白木さんが1号の26。のみですね。あ、一緒ですね。ありがとうございます。もうさっきら選手逃げる木村選手がかます24156になったとすると、あー、そういうことか。でもそれで241とか214っていう目はない感じですかね。そこまでの末はないかってことですかね。まあ、刺されちゃうよっていうところですかね。今日2勝、あ、でも3レースやって2勝ならバッチリじゃないですか。はい、ちょっと、ね、この調子でいきましょう。しわさん、あ、小倉ナイター含めてですね。はい、自分さっき小倉の A 級の決勝1個しかやってないんですけど、なぜか1レースに5000円も使っちゃうので恨めくって、ちょっと今頑張ってちょっとね取り返さないといけないんで頑張ってます。はい、なんで2A コンビから買ったんですけど、27を持ってなくて72しか買ってなかったです。ちょっとやけどしちゃったんでね、ちょっと取り返したいですね、ここでね。ヒデオさん、ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。
坂木田雄介、2番香川木村博則、3番福島大島正人、4番高知阿部勲、5番地元神奈川佐藤和則、6番地元ホームバンクです安坂陽一、7番秋田三浦平志郎、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりました。本命に押されたのは1番車坂木田雄介です。その隣は2番車香川の先行型木村博則、カメトの号令かかりました。三浦平志郎は北の先行型候補になりました。第4レース A 級予選競争スタートです。2番木村博則が前を取って1コーナー、続いて3番大島正人、1番が坂木田雄介、4番阿部勲、5番佐藤和則、7番三浦平志郎、1番後ろに6番安坂陽一です。バックストレッチです。先頭は2番香川木村博則、当地は今年の3月に走っています。前回来た時は173と最終日に先行していました。木村博則、後ろは4番高知の阿部勲、2番4番ここは四国勢です。7番の秋田の三浦平志郎は3番手から、秋田の機動力タイプ、約1ヶ月ぶりの実戦となりました。三浦平志郎、3番福島大島正人マーク、7番3番は東北勢、本命1番坂木田雄介は5番手から。当地は2連覇の実績がある得意バンクです。予選はしっかりとクリアしている坂木田雄介、縦の攻撃力は健在です。地元勢がつきました。5番の佐藤和則と6番の安坂陽一、難関勢3者が上がります。2センターから第4コーナー押し上げていく難関勢、2番車木村博則先頭です。四国勢を抑えに行った難関勢、木村博則はどうするのか、突っ張るのか。今赤番を通過して1コーナー、木村博則一旦突っ張りました。坂木田雄介は下がります。5番手に再び下がって1番坂木田雄介、3番手7番の三浦平志郎です。バックストレッチです。今鐘が鳴ったところです。2番車木村博則ペースを緩めて2センター、緩んだところを得意のかまし戦法を打つ1番の坂木田雄介、外から一気に駆け上がってまいりました。さあ四国勢を叩きました。難関勢、ここは6番の安坂陽一がちょっと遅れを取っています。難関勢は2車で行って3番手2番の木村博之です。7番の三浦平志郎が外から攻めていきますが、まだ5番手の外、今200を切る第3コーナーラストスパート、1番の坂木田雄介マーク、5番の佐藤和則、2番車の木村博之が進路を外に取りながら4コーナー回りました。1番の坂木田雄介先頭だ。ネバの坂明田雄介押し切りました。第4レースの A 級予選競争、得意戦法1番坂明田雄介のかまし、マークの5番佐藤和則をわずかに振り切ったように見えました。走路審判は異常なしです。リプレイをご覧ください。坂明田雄介のかまし、5番の佐藤和則食い下がったです。リプレイゴール線上をご覧ください。難関勢ワンツー模様、続いてスーパースローです。1番5番3着外から2番の木村博之、決定放送までお待ちください。4レースの模様でした。第4レース、刺さってないですよね。125でしたよね。あ、152でしたよね。大丈夫ですよね。いやどうなるか、ごめんなさい、ちょっとね、映像が重くなっちゃうんで、ちょっと自分ちょっといなくなりました。はい。あ、テイメスさん、アイチマンさん、すごい盛り上げ役なんで、はい。ぜひ、はい、ちょっとこのまま盛り上げていただけると嬉しいんで、そんなこと言わずに、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。そこでね、まあ、ハンドル投げた分良かったですかね。あ、でも良かった、連勝になった。的中された方で、ね、おめでとうございます。柴田さんバッチリでしたね。2点でしたもんね。1号のね、26でしたっけ。良かった良かった。あー、まるまるさん20枚すげえ俺2枚しか買ってないですまあでも連勝記録ね、伸ばせたんで良かった。ちょっと頑張ります。
152で 10.9 倍ですかね、2180円、まあ、1000円が2000円なんでね、よしとしてください。はい、合計1000円で2000円になったんで、よしとしてください。他にもね、適中された方おめでとうございます。他の方2点とかね、シュワッツさんは2点で、まるまるさん20枚持ってますからね、自分200円しか買ってないですからおめでとうございます。あ、秀吉さんスパチャありがとうございます。適中されましたかね、おめでとうございます。いやありがとうございます。スパチャ本当に助かるんで、はい、嬉しいです、ありがとうございます。初日にしてはまあ、ね、順当決着なんで、まあ、読みやすいかなっていう感じはしますね。まあ、でもちょっとね、何があるか分かんないのがこの後なんで、ちょっとね、油断しないようにちょっと頑張ります。巻き返せそうですね。はい、あ、まるまるさんありがとうございます。ちょっとね、今のところ4日連続 100% 超えでずっと来てるんでね、ちょっとここまで頑張ります。はい、いいな、ちょっとね、あ、8000ぐらいプラスか、ちょっと頑張ります。これがね、ゼロ多く買ってる人だったらね、もっとね、多くなってますからね。はい、じゃあちょっと次の5レースでいきますね。5レースが締め切りが22時5分ですね、になりますので、よろしくお願いします。で、ラインがここが3分線ですね。佐々木選手のところと7番の小川選手、4番の柿本選手ですね、の3分線ですね。で、ここはちょっといろいろパターンも考えたんですけど、まあ、金子選手の S 取りからもう佐々木選手が前受けですね。で、そのままちょっと何もしないで突っ張る突っ張って、そのまま押し切りを図るレースになるんじゃないかなと見てます。一回誘導切らしちゃったりすると、ちょっと巻き返すのが多分メンバー的になんかガチャガチャしちゃってうるさそうなんで、逆にここはそのまま突っ張っちゃった方がラインで決着、ね、できる可能性があるかなと思うんで、ちょっとここはね、前受けから突っ張りをちょっと予想してみようかなと思います。はい、村上あやさんありがとうございます。小倉、あ、でも小倉ね、そんな言うほどあれなんですけど、A 級の決勝だけやってね、5000円負けちゃいました。はい、なんでちょっと今どうにか巻き返せたかなって感じですね。でかい市場さん、6000円って、マジか。ちょっとさっき展開ね、書いてくれましたもんね。ありがとうございます。ちょっと自分の予想は、前予想ですね。ここ、佐々木選手の先行でいいんですよね。佐々木選手の先行で、こっちの。先行するとちょっとね、さすがにまあ差し目まであるかなと見てるんで、ここの6点でちょっと買ってみようかなと思います。本当は3番のね、高田選手もちょっと買いたいんだけど、オッズがどれぐらいつくかによっては、人気サイドなんだよなあ。安いな、123、まくり展開ですかねこれね。7番の小川選手を逃がして、
まくり。いやいや、この6点でいきます。線でちょっとね、微増できるようにちょっとやってきます。急所立てだとね、1000円で収まるなんてことほぼないですからね。大体3000円から4000円ぐらいいっちゃうんで、ここでね、こう少額でこう遊べるのはね、やっぱりミッドの面白さでありますよね。すごいな、僕全然ちょっと待って、はい、自分はまあ相手からそのまま突っ張り先行で、まあ押し切りの差し目までというところと、まあ、あとはちょっと一回切らせて、まあ、そのままこうかます先行、そうすると小室選手は水槽問題ないと思うんですけど、ちょっと心配なんで、そうするとその後ろにいる7番の小川選手あたりが3着に絡んでくると面白いかなと自分は見てます。なんで、まあ、1、2、2、1、あ、なんで順番5、7、4って感じですね。一番さんが絞るな、6から1、4、3、7、1、4、3、7、3服自己責任ここでメロンが来るんですね。6前の社服、三上さんが1、2、2、1の3、5、4、6、7を抑えですね。で、4から1、3、佐々木選手から金子選手、滝本選手注意。なんか滝本選手はちょっと読めないんですよね。自力タイプなのに、ね、3番手入ったりとか、結構いろんなレースするんでね、タイミングとかもちょっと読みづらい選手ではありますよね。あいちまさん、佐々木選手がかましたら外れる。あ、そうすると、あ、小川選手が先行して、小川選手が先行してのかな、7を逃がすってことか。ありがとうございます。6前前激アツっすね多分佐々木選手構えて4、3が中段まくりだと、先まくりだと届かないんじゃないですかね。そうすると1、2共倒れっすよね。奈良さん、ありがとうございます。1221の543、1441の236、4334の126ですね。東北ラインで、はい、ありがとうございます。ここはね、ちょっと順当にね、来てほしいですけどね。はい、千葉さん、7番、あ、小川選手、はいはいはい、調子がいい。じゃあもうそこでも先行して、まあ、6番の吉川選手の残りっていうところですかね。いや、これ6からメロンやばそうっすね。で、シワツさんは1221の6611と6前のシャックですね。メロンですね。いや、いいなメロンか。ちょっと全く予想しなかったですね。7番の3着はね、予想してましたけど、から突っ張っちゃった方がいいような気がしますけどね。まあでも長い距離踏めない。マリアンさん、ありがとうございます。5から 124123466 すごいですねありがとうございます。まあ、これ前受けからね、そのままね、変に踏み合ったりして足削られての先行であればズブズブもありますよね、5頭はね。ありがとうございます。
千葉さん、吉川選手、立屋だ、うん、ちなみに。あ、そっか、そうですね。7がしっかりいいペースでかけてってことですよね。6か。ありがとうございます。ちょっと勉強させてもらいます。あ、ヒデオ様、ありがとうございます。4334、1から243、243、2345で波覚悟ですね。ありがとうございます。でもこれ、1、2から3以外は、ガミンないんじゃないですかね。どうなんだろう。1、2、3、4、5、6、9点か、9点、11点。123と125以外はね、ガミンないですからね。楽しみですね。ありがとうございます。自分もできれば1頭で来てほしいかな。じゃあ締め切りなので発送の、ね、10分までお待ちください。いや、なんかこうなるとね、ヒデオさんに当たってほしいですね。 1,2 で 1,2 でいきましょう。はい、ウマニャンさん、ミットは 1,2 買ってたらその日の負け負け、ね、確かに配分変えないとダメですよね。確かにね。自分、あ、でも今日はでも1頭が硬いレース多いんじゃないかな。なんか番手がごちゃつきそうなレースが結構ありますけど、ちなみに全部この後は1軸っすね、9レース以外は。初日は広めに購入。そうですね、しっかりね、当ててね、流れ作りたいですもんね。ありがとうございます。奈良さんは、あ、そうですね、基本のラインを中心に各方面から押さえてます。で、奈良さんね、しっかりね、裏押さえてて、ね、結構後輩となることありますからね。楽しみですね。今ね、さ、今日は硬いですね。メンバー確かに、ね、そうですね、今日は硬そうですね。あとちょっと7レースの児玉選手が前節の反則をどうカバーしてくるか。まあ落車もしてますからね。ちょっとどうなるか。あ、そうか、7レースの1番と2番ラインは両方とも落車してるんですよね。そこがどうなるかですね。1万さん、おー、昨日の山分け2663ポイント、おー、あの8レース以上的中するとってやつですよね。すげえな。でも2000ポイントもらえれば、ラーメン2杯食えますからね。でも8レース的中させるの結構労力いりますよね。1回 G1 の5レースのやつも結構ね、削られましたからね。始まりますので見ていきますね。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番秋田佐々木義則、
2番宮城金子金久、3番岡山高田大輔、4番岡山滝本康之、5番茨城小室貴寛、6番地元ホームバンク吉川誠、7番静岡小川達也。以上のメンバーによる対戦です。気温は25度と非常に涼しいコンディションに変わっています。1番機に押された東北勢、1番佐々木義則、マーク2番金子金久です。締め切り直前のオッズではこの1番2番 2.1 倍でした。静岡の先行型7番小川達也です。吉川誠がマークする難関勢、あとは岡山の2人にもラインができます。発送準備整いました。斜め体制完了です。号砲になりました。第5レース A 級予選競争スタートです。3番高田大輔上がって、続いて4番滝本康之岡山勢、3番手から2番金子金久、続いて1番佐々木義則、5番が小室貴寛、6番吉川誠がいて、最後尾7番小川達也です。バックストレッチから3コーナー、岡山勢は前に4番滝本康之です。滝本康之は平塚は急車立ての A 級戦で優勝実績があります。まくって優勝したものでした。同県岡山3番高田大輔マーク、4番3番岡山勢、3番手から本命1番秋田佐々木義則。前場所名古屋の予選はペースをつかんだいい逃げ切りを打っていました佐々木義則、後ろは連携相性のいい金子金久マーク、1番2番この東北勢に5番の茨城小室貴寛がつけて、1番2番5番6番手7番静岡小川達也。当地は2月開催でチャレンジでしたが完全優勝しています。今季2班に復帰しました小川達也。マークは6番車地元の吉川誠です。だいぶ調子を崩している感じですが、まだまだ老ける年ではありません。吉川誠、ここは A 級と S 級で優勝があります。難関勢動きました。7番6番この2車が上がって打賞周回1コーナー、岡山勢引きます。1番の佐々木義則、3番手に上がって2コーナー、そのまま進んでいきます。ここは先行勝負に持ち込んでいく佐々木義則、7番の小川達也叩かれて4番手に引きます。待っていました6番の吉川誠、そして4番滝本康之は6番手です。佐々木義則がペースをつかんでいきます。今400を切りました。1コーナーです。ペースを上げていく1番佐々木義則、マーク2番の金子金久、3番手固める5番の小室貴寛、2コーナー過ぎから7番車の小川達也の負けで6番の吉川誠は切れて、小川達也は2番手で止まった。今度は岡山勢が攻めてきた。第4コーナーもあります。岡山勢が突っ込んでくる。1番の佐々木義則を捉えていく岡山コンビです。4番滝本康之先頭ゴール、4番3番第5レース A 級予選競争、滝本康之、高田大輔、岡山勢でワンツーとなりました。そして2番の金子金久、いやそうですね、丸丸さんもね、天滅さんもね、おしゃれその審判は異常なしの仕業、ね、リプレイをご覧ください。皆さんバッチリでしたね、おめでとうございます。一気に突っ込んできた岡山勢、リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。岡山の2人でワンツー、3着2番の金子金久のようです。決定放送までお待ちください。5レースの模様でした。第5レース A 級の予選競争をご覧いただきました。先行した佐々木選手だったんですが、滝本選手のまくりが止まりました。前受けから下がってと結構つけましたね、4、3、23倍だというところか、真ん中行きましたね。そうですね、クイッティした7番の間を割ってまくり切りました。4、3、2です。はい、ゴール戦通過は4番3番2番のようですが、決定放送まではお待ちください。では放送が入ります。決定、1着4番、2着
3番7、8千ぐらいつくんですかね。3着もっとつくんかな。1、2、2、1で売り出したもんね。満車券かな。8千ぐらいつくそう。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式3番4番930円、シャバン電商単式4番、ね、3番2340円、3連勝複式2番、ね、3番4番1620円、3連勝単式4番3番2番7310円、ワイド3番4番420円。はい、今見ていただきました。まあね、ちょっと本来自分が結構好きなレース展開なんですよね、中段からのまくりね。いやー、滝本選手強かったですね。ヒロさんバッチリでしたね、おめでとうございます。そしてスパちゃんもありがとうございます。これシャッターめっちゃ美味しいですね。2300円ですもんね。奈良さんもね、適勝おめでとうございます。いやー、いいっすねこれね。三上さんもね、バッチリですね、おめでとうございます。あ、シワツさんマジか本放送やっと当たりましたかね。はい、ちょっとやめてください、お客さん流れちゃうんでそうですね。はい、そんなところですかね。はい、で適正された方ね、おめでとうございます。よいしょ。そうすると、いやー、どうかな。はい、しょうがないですね。ちょっとね、確かにね、まるまるさんとね、てめさんがおっしゃるようにちょっと踏み出しが早かったかなっていうのありますよね。あれだとやっぱ正解ちゃいますからね。まあ適正された方おめでとうございます。確かにね、愛知番さんが言うように小川選手ちょっと明日明後日ねちょっと狙ってみようかなと思います。はい、じゃあちょっと切り替えて6レースですね、やっていきます。ゆりおさん、またありがとうございます。ちなみにちょっと3連単20枚ですか。すげー、おめでとうございます。14万か、14万コースですね。さすがっすね、おめでとうございます。桁が違う1で来て紙ってもまあまあだし、4334で来てくれたらもうバック勝ちできるよっていう買い方ですもんね。おめでとうございます。勉強させていただきます。14万か、14万当たれば一気にパソコンに近づくんで、ちょっと頑張ります、自分も。はい、6レースが22時25分が締め切りなのでお気をつけください。あれですよね、スパチャっすよねあれ奥さんなんかごまかせなかった感じですかね。いや本当ね、先生ありがとうございました。はい、ぜひまた送られてもいいんでお待ちしてますんで、よろしくお願いします。当たったらお待ちしてます。はい、シャーナオさんありがとうございます。5レースから参戦ですね、よろしくお願いします。はい、あ、ごめんなさい、5レース乗ってもらったのにすいません。はい、ちょっと切り替えてちょっと頑張ります。まあ、初日なんでね、まあ、さっきも言ったんですけど、あまり、まあ、様子見ながらやっていくんで、そこまで的中率多分高くないと思いますが、ちょっとね、予防線張るんですけど、ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、じゃあ次が6レースラインが3分線ですね。1番の山崎選手と4番の宮本選手で、7番の平川選手ですね。で、ここはですね、1番の山崎選手がバックの本数17本ですね、持ってるんで、まあ、ここはまあしっかり先行ですね。まあ、さっきの佐々木選手と違ってね、しっかりこうね、タイミング見ながら自分のペースでかけてもらえればかなと見てます。で、2番の戸伏選手がね、
しっかり追走から差し目まであるかなと見てます。目としては1221の537ですね、とあとはちょっとズブズブになっちゃった時のハサミですね、12の37の12ですね、までちょっと買ってみようかなと思います。まあ、5まで買った方がいいかな。でも152っていう目がちょっと考えづらいんで、買うとしたら251までですかね。自分ねこれちょっと買ってみようかなと思います。ちょっと1頭だと硬いのかな、ここはどうなんだろう。あでも215の刺し目が売れてますね。刺し目が売れてる。ちょっとそうすると点数が多いかな。537多いな。12367890.10点は多いですかね。どうすかな。10点は多い。いやでも松本選手外したくないし。いやちょっと点数多いですけど、ちょっと配分変えながらちょっと買ってきます。ちょっと切れる選手がいなかったです。はい。1212537とハサミの方だけは、あ、じゃあハサミの方、ハサミの方の7の2着をやめて、展開深読みすぎのハサミ車検なんですけど、ちょっとこれは狙ってるんでちょっといきますね。1221の3537ですね。ラインとレース園の松本選手、平川選手ですね。選手のツッコミですね。そうそう、松本選手のハサミはそうですね、まあ、調子がいいというところと、宮本選手がちょっと奇襲じゃないですけどちょっと先行を図った時ですね。そこがちょっと穴になるかなと見てます。まあ、配当的にも意外と妙味があるんでちょっとね狙ってみました。はい。アナオさんごめんなさい。はい、ちょっとね頑張りますんで、はい、ちょっとね、まあ、参考にしてもらいながらね、ちょっとこういう買い方があるんだよみたいな感じでちょっと撮ってもらえればかなと思いますんで、しっかりねここは当てたいと思いますんでよろしくお願いします。愛知マンさんが21の347、刺し目、戸伏選手の刺し目、12の35、12の35、これはまくりですかね。2552、ここは本戦です。ありがとうございます。転校した時の刺し目とまくりですかね、これはね。転校した時の刺し目、はい、奈良さんもありがとうございます。1221の534と1331の247ですね。で3443の127ですね。岡山の3社でありがとうございます。いやでもここね、松本選手なんだろうな、すげえいいんですよね。ちょっと展開的にはシャツさんが125の12ですね。ラインのハサミありがとうございます。ちょっと自分がやめたとこですね、はい、ありがとうございます。
丸丸さんありがとうございます。215ですね、バッチリですね。215、20枚ありがとうございます。眉毛突っ張り先行であれば215ですね。うん、買いすぎたなちょっと、うん、点数多かったですね。はい、では25分で締め切りなので発送のね30分までお待ちください。まあ、ちょっと中穴になるかなってとこですかね。7レース秀夫さん、ありがとうございます。はい、2000万円ありがとうございます。ここはもう1、2、2、1で勝負、あとは2の頭から1、3、4、5ですね。ありがとうございます。2の頭から1、3、4、5、2、1の指し目からってところですよね。これ2の頭から1、3、4、5、これ 3は売れてるのかな。4、選手は絶好ですからね、ちょっと期待したいですね。ありがとうございます。奈良さんが、2連単で2車単で2552ですね、抑えました。ありがとうございます。確かさっきのね佐々木選手みたいに早掛けになるとズブズブがありそうですよね。いやー、1221の折り返しじゃなかったかな。21から21から2なんたら1でしたかね。うーん、でもここはねちょっと信用して頑張ってほしいですね。予定としてはなんですけど、富山の G3 が明日からちょっと始まりまして、明日ちょっとね最終レースとか普通にこう配信をしないで買おうかなと思うんですけど、2日目ができれば後半あたりからやりたいのと、最終日もちょっと平日なんですけど決勝ですね、ちょっとやりたいので、もしねお時間ある方は遊び来ていただいて盛り上げていただければかなと思いますので、よろしくお願いします。結構まあ G3 ね9車立ては比較的取れてるんで、ちょっとね予想共有しながらちょっと当てていきたいんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。また YouTube の方で配信のお知らせはしますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと始まるのでちょっと見ていきますね。一番さん、あーでも33のグレード、あ、そうっすよね。でも考え方はあれですよね、普通の A 級のやっぱ展開重視で考えて組み立てるのがいいですよね、やっぱりね。あ、それ松戸、あ、ダメだ、ちょっと待って、松戸、あれ、どっかの三三ケチョンケチョンにやられたんだなちょっともう一回復習してみます。一番の復習をしました。例年毎回ひどいんかと思った気になりました。では6レースしていきましょう。勝った方当たりますように、いってらっしゃい。
対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番岡山山崎俊也、2番岡山戸伏康夫、3番熊本松本大地、4番福岡宮本隆一、5番岡山山根康道、6番新潟西巻修太、7番長野平川正明。以上のメンバーによる対戦です。A 級予選競争4組目となります。人気は岡山勢でした。戸伏康夫山崎俊也2番1番が 2.7 倍締め切り直前のオッズでした。カメラの号令かかりました。平川正明に西巻修太がマークします。こうなりました。第6レース A 級予選競争スタートです。ここは6番西巻修太が上がって1コーナー、続いて2番戸伏康夫、外から上がる7番平川正明です。新越勢が前を取りました。1番山崎俊也は4番手から、5番が山根康道、3番松本大地、外に4番宮本隆一、バックストレッチから3コーナーに向かうところ、前段は新越勢、先頭は7番長野の先行型平川正明です。前場所富山の予選は先行逃げ切りを決めています。6番新潟西巻修太マークです。7番6番3番手から1番岡山山崎俊也です。当地前回は 5-2-3 と決勝3着でした。山崎俊也前場所ペップは3日間バックを取っています。同県岡山2番の戸伏康夫マーク、岡山トリオ3番手を固める5番車で山根康道、1番2番5番岡山トリオ、4番福岡宮本隆一は6番手、当地8年ぶりの参戦。そしてちょうど1ヶ月目のレースとなりました宮本隆一、マーカー3番熊本の松本大地、4番3番九州勢、2周回目の2センターから第4コーナー、九州勢上がります。4番宮本隆一と3番松本大地、4番3番7番の平川正明が車外に振りながら一旦突っ張る素振りを見せますが、どうか抑えたのは九州勢、下がった7番平川正明新越勢、1番の山崎俊也が外から一気にスパートしていきます。今ジャンが鳴ってインコースをついていく7番の平川正明、6番の西巻修太との連携は外れました。4コーナー回って1番山崎俊也一旦ペースを落としました。岡山勢内から潜り込んで7番の平川正明4番手から下がります。4番車の宮本隆一は現在4番手、九州勢4番3番、2コーナーからバックストレッチ、1番山崎俊也が先頭です。マーク2番の戸伏康夫、3番手5番の山根康道、岡山トリオが現在2センターで4コーナー回っていく。4コーナー回って2番の戸伏康夫が抜くのか、1番山崎俊也粘る、山崎俊也が粘ったか、外に2番戸伏康夫の岡山勢でワンツー。第6レースの A 級予選競争、岡山勢戸伏康夫がわずかにかわしたかどうか接戦です。第6レースの A 級予選競争、ね、山崎俊也がジャンから一気にスパートしました。走路心配ですが、このレースは異常なしです。リプレイをご覧ください。岡山トリオで4コーナー回りました。山崎俊也を戸伏康夫がかわしたかどうか、リプレイゴール戦場をご覧ください。スーパースローをご覧ください。岡山勢上位独占ですが、下がってませんかね。力争いは大変接戦となっています。下がってますよね。3着5番山根康道、岡山勢上位独占1着接戦です。決定放送までお待ちください。6レースの模様でした。あ、でも2の差し目の方が安いんだ。第6レース A 級の予選競争をご覧いただきました。最初から山崎選手が出てゴール前も接戦となっていました。いかがでした。本当ね、肉眼では判断つかないですね。そうですね、1番2番か2番1番かというところで接戦となっています。岡山勢ライン独占となったでしょうか。また後ほどの決定放送まではお待ちください。はい、見ていただきました。まあでもうまい競争、ね、でしたね。ここはでも山根選手ね、ちょっと道中危なかったですけど、平川選手がハマってくれると7の絡みで美味しかったんですけどね、ちょっと切れちゃいましたね。
決定があるかな。そうですね、決定。1着2番、2着1番、3着5番なお1着は写真を参考に判定しました。皆さんバッチリですね。215っすね。まなまさん良かったっすね。215の1点十分、さすがっす。おめでとうございます。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたしますバッチリでしたね。シャバン連勝2から広めで1番2番おめでとうございます。120円シャバン連勝短式2番1番260円3連勝複式1番2番5番240円3連勝短式2番1番5番480円ワイド1番2番130円2番5番190円1番5番210円以上でございます。はい、まるまるさんもね1点でねバッチリでしたね。さすがっすねおめでとうございます。ひでおさんもねありがとうございます。的中ですね、おめでとうございます。すごいっすね絶好調皆さん。まず、あ、ね、本戦サイドでもしっかりね当てられるようにちょっとやっていきたいですね。自分はちょっとだいぶねやっぱり下手くそっすね。ちょっとこのレースはちょっと申し訳ないです。ちょっと買いすぎましたね。ちょいくらぐらいか。ガミってないんで、よしとしてください。はい。1万3500円です。一応的中はしたんで、的中のレースに入れておきます。はい、石川さん、そうですね、おっしゃる通り、215の刺し目1点はね、うまいですよね。ちょっと自分だとなんか5番の追走が切れちゃったりとかそういうのがちょっと怖いんでね。しわちさんまたやめてくださいなんか自分が他点買いしてる超下手くそみたいになっちゃうんで、そうですね、ちょっと優しめによろしくお願いします。はい、締め切りが45分ですねなりますので、お買い忘れないようによろしくお願いします。ここがラインが2分センスで1番の児玉選手のところと、あとは4番の岡田選手ですねの2分線ですね。で6番の阿部選手は短期で、1番の児玉選手が、あ、まるまるさん、そうですね、2番の根本選手も落車明けですね。1番の児玉選手もすげえ激しい失格からの落車してるんですよね、前節ね。見てた方は多分配信してたんで覚えてると思うんですけど、ここはどうなんだろうとは思うんですけど、ちょっと他にちょっとね逆転できる相手が見当たんないんですよね。ここはちょっと1番のね、まあ、本来だと4番の岡田選手が先行して1番の児玉選手がまくり、まあ、中段その4番手かあのまくりか、あ、ま、ごめんなさい、5番手からのまくりか、まあ、ちょっとあと早めのかまし先行かどっちかかなと思うんですけど、今日はちょっと前回の失格もあるんで、ここはちょっと早めのかまし先行もあるんじゃないかなと見てます。で、そうするとちょっとかましのタイミングで2番の根本選手追走大丈夫なのっていうのがちょっと正直心配で、ここはちょっと自分は穴っぽいかなと見てます。まくり構えでもちょっと離れちゃうのと、かましでもワンチャンちょっと切れちゃうんじゃないかっていう風に見てます。なんでここは1番からその時にまあ前を走ってる岡田選手ですねと、あと吉田選手を対抗にして1から4、3と、あと短期の阿部選手ですねを絡めて4、3、6、あと根本選手がね最後追い込んでの2、1から4、3の4、3、6、2、これでちょっとね買ってみようかなと思います。はい、
2が1回でも切れちゃうとあれかな、いらないかな。1がドーンっていって1437672575になっちゃうからいらないかな。どうだろうな。あ、ごめんなさい、出走表が違った、すいません。まくりだとほぼ切れる、かましでも半々ぐらいで切れてみてるんで、それでも突き果て、いや3着押さえときます。なのでここは1から本戦サイドは多分1から25で多分かぶってたはずなんですけど、そこは自分はちょっと買わずに穴っぽい方をちょっと買ってみようかなと思います。あ、そうですね、1、2、5めっちゃかぶってますね。さっきほど簡単じゃないかなと思いますけどね。どうだろう。ここはかますか。ああ、どっちか。いやでも前節のあの反則があるんで、ちょっとしっかり着取りはしに行くと思うんで、まくり構えにはしないと思うんですよね。多分かまし先行になると思うんで、自分はちょっとこのままこの6点かで買っていこうかなと思います。配当的には美味しいはずなんで。来たら美味しいかなってところですかね。まあね、ちょっとね、参考にしていただく方はもうね、1、2とかラインはしっかり買った方がいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと自分はもうあえてそこは安すぎるのとちょっと落車明けっていうところを加味して、ちょっと2着からちょっと外してみます。なんで1から4、3、岡田選手、吉田選手と、あとは短期の阿部選手ですね。本当は4、3、6まで買いたいんだけどな。さすがに2着はちょっとね、枠番的にきついかなと見てるんで、ちょっと配当結構つけると思うんですよね。15倍から88倍ですね。まあ、これ6点で取れればバッチリだと思うんで、ちょっと取りたいですね。1221の35と1221の467、1から34の折り返しですね。児玉選手から抑え3415ですね。ありがとうございます。丸丸さんが1から35の235。いや、うまいっすね1から3、もう2はもう厳しいですよってことですよね。岡田選手の先行で吉田選手の逃げ残りですかね。フィニッシュ23、1がまくりに構えるなら、あ、そうっすね。もう2はちょっと厳しいかなと自分も見てます。って思ったら、あ、1万さんも、あ、そうっすね。2ちぎれて、1から4、3。おお、一緒だ。ありがとうございます。1から4、3、4、3、6。1逃げて、ライン高いとこだけ。15、2、215。ありがとうございます。前節ね、初日がね、すごい良くて、買ったら2日目何なのっていう感じでね、抗議の電話入れますみたいな視聴者さんもいましたけどね。ちょっと自分もびっくりしちゃいましたけどね。まあでもそこもね、しっかりこう修正かけて、ね、切り替えて、今日はしっかりね、1着取ってくれるかなと自分は見てます。シンさんは132に30倍。おー、来ましたね。ありがとうございます。奈良さんが121の543と1441の235。おー、4334の712ですね。ありがとうございます。力で共存。あ、そうですね、自分はなんかその展開がちょっと期待したいですね。ありがとうございます。1万さんが143627
1,3,4,6,2 の7連単なんか7連単なんかサイトがあってもいいかもしれないですね。愛知マさん運営でね全部管理してもらって7連単か。あと結社とかで6社建てとかだったらね6連単になるからね。相当あれだな、払い戻し70円の払い戻しが多くなりそう。70円か、うん。あ、ひりおさん、あ、またありがとうございます。はい、ここは自信ないです。1から56の全ありがとうございます。1から56、あ、でも16いいっすね。メロンいいっすよね。自分もちょっと16考えたんで、ちょっとね自分が来なくても、うん、ひりおさんが当たるなら来てほしいですね、16はね。うん、ありがとうございます。いやー、1、2はないような気がするんだけどな。そうですね、ひろさん、ここはね、荒れそうな気がします。はい、ちょっとここと最終、いやー、ここの方が荒れそうですね。ちょっとずれる。あと次もちょっとね、番手がちょっと怪しいかなと思ってるんで、丸さん1523647当たったら何かください。愛知マンさん、愛知マンさんの鋭い予想をね、はい、あ、自分がってことですかね。どうしようかな、ちょっと愛知マンさんと折半で相談します。はい、企画はね愛知マンさんなんで。7連単とかでも面白いですよね、こうね、まずなんか企画してみても面白いかもしれないですね。で7連単等で、例えば万が一失格とか落車とかあったら、まあ、6連単まででみたいな、事前に予想だけ集めておいて、あ、それ面白いですね。ちょっと企画で考えておきます。7連単ですか。ちょっと締め切りがね、8レース8レースの締め切りまでに提出してくださいみたいな感じで、そのためにちょっと車検いっぱい勝たないとなんでちょっと頑張ります。ペニシリンさんが13-67で頼もう、ありがとうございます。13-67だと、あ、7自分勝てない。3からだと7がね追走ありますからね、楽しみですね、ありがとうございます。いただいてたような、いただいてなかったような、すみません、勘違いでしたらすみません。はい、よろしくお願いいたします。1367か、4が逃げてて1だけ単独のまくりで届いちゃうってとこですかね。で3376の4376で回ってるから、岡田選手がいなくなって376で1の頭か、ありそうですね。7は自分勝てないんだですけど、埼玉小玉雄一、2番茨城根本祐希、
3番香川吉田明久、4番愛媛岡田圭人、5番地元ホームバンク畠山博之、6番宮城阿部秀光、7番熊本時松忠です。このレースは2分戦、短期が阿部秀光となるようです。児玉雄一と根本ゆき、根本ゆきは児玉をマークの競争、この両者が人気を集めています。発送いたします。そして4番岡田圭人が対抗します。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第7レース A 級予選競争スタートです。1番児玉雄一が上がって1コーナー、続いて2番の根本裕樹です。5番畠山博之、3番吉田明久、6番阿部秀光、4番岡田圭人、1番後ろに7番時松忠です。バックストレッチです。関東勢が前を取りました。1番埼玉児玉雄一、競争得点は現在92点あります。6月の弥彦で 1,2 半戦の初優勝を飾っています児玉雄一、平塚初出走です。マークは2番車茨城の根本裕樹です。1番2番この関東勢の後ろ3番手に地元の5番畠山博之がつきました。1番2番5番6番の宮城の阿部秀光は短期、4番愛媛岡田圭人は後ろ攻め5番手から、平塚は5年ぶり。前場所は奈良の最終日はまくりを決めていました岡田圭人、マーク3番香川の吉田明久、4番3番続いて7番熊本時松忠、4番3番7番ここは西勢です。2周回目の2センターから4コーナーを回っていくところで4番岡田圭人が上がります。3番吉田明久、7番の時松忠が続きます。1番児玉雄一を抑えにいった4番の岡田圭人、打掌周回に入って1コーナー突っ張る1番児玉雄一、突っ張りました。岡田圭人を生かせません。へー、西勢下がって5番手に収まります。4番岡田圭人、マジか。1番2番関東勢に3番手5番の地元畠山博之、今ジャンが鳴ったところ、4番手6番の阿部秀光です。4番岡田圭人、もう一度行くタイミングを測っていますが4コーナー回ります。1番車児玉雄一そのまま逃げます。前を向きました。今残り周を切ったところペースを上げます。1番の児玉雄一です。後ろは2番の根本裕樹、関東勢3番手5番の畠山博之、4番岡田圭人、5番手から巻き返す。現在3番手まで上がってきた4番の岡田圭人、2番手まで上がる。これを牽制する根本裕樹、4番の岡田圭人は止まった。4コーナーを回る。1番の児玉雄一先頭で帰ってきた。後ろは2番の根本裕樹です。1番の児玉雄一そのまま押し切りました。1番2番そして5番畠山博之、第7レースの A 級予選競争突っ張り先行。後ろでガードした根本裕樹が2着入線です。その失敗は異常なしです。リプレイをご覧ください。児玉雄一が押し切って2番根本裕樹、そして地元の5番畠山博之が3番手からそのまま3着入線です。スーパースローをご覧ください。いやまさか前受けの引っ張りでしたからね。1番2番そして5番畠山博之、決定放送までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース A 級予選挙、いやでも前受けして突っ張りはやっぱりあれですかね、やっぱり落車系をやっぱりねお互いこうラインの、ね、連携を図ってあれですかね、しっかり突っ張ろうというふうに決めてたんですかね。いやーこれはこれはダメですねこれはもう突っ張ったらもうダメですね。突っ張る展開を全く予想してなかったんで、さっきの6レースと、ね、7レースが逆だったらよかったですけどね。5レースとあれ6レースとあごめんなさい5レースと7レースか。いやーこれまずいなこれは変えないです。いやちょっとね、参考にしていただいた方申し訳ないです。はい、自分は買えないです、これ。明日になっても。明日になっても多分1から4、3で買ってると思います。はい。しょうがないですね。まあでも、ミッドナイトらしい配当で、ね、ライン決着ですからね。これで AI も当たったんですかね、1、2、5。AI が何でしたっけ、1、2。
かありましたよね。1、2、1、4、2、5当たりですよ多分ね。うん。白津さん、どさくさすぎませんか？その 急に本戦サイド買うのすげえな。 AI が6連勝でしたっけ？ 7 連勝これで。すげえなおめでとうございます。白津さんと AI 攻め、おめでとうございます。いや、320円ね。まあでも100円で買って320円ならモンスター買えますからね。はい、これは買えないわ。買えないです、買えないです。落車明けじゃなければワンチャン考えるかなっていうのですけどね。うーん、いや無理っすね。いや、適正された方ね、おめでとうございます。はい、じゃあ次ちょっとね、切り替えていきますね。シャツさん、10枚買って3枚変化。ああ、でも、いいんすよ。戻ってくるだけ。自分1円も戻ってきてないですから。はい。ですね。じゃあ、ちょっとね、次行きますね。ちなみに次の AI が1542で出してますね。うん。ここ、8レースですね。8レースの締め切りが23時5分になりますので、お買い忘れないようによろしくお願いいたします。ここも、いやでもなんかさっきの道だとあれだな。橋本選手のところと、あと4番の鈴木選手の2分線ですね。で、まあ、ここ橋本選手が前受けから突っ張り先行、まあ、さっきみたいになるんであれば1、2、5、1、5、2までかな。差し目はちょっとないかなと自分は見てます。で、あとはちょっと本当でさっきの展開期待したかったんですけども、かまして切れた場合、まあないかなこれは。でも、橋本選手が岡山で、井出選手が長崎なんで、そんなに義理があるわけじゃないんで、ワンチャンちょっと切れちゃった時のパターンで、まあ、かまし先行で、まあ、切れたパターンで1から4、3、3、4、ちょっと狙ってみようかなと思います。まあ、1、2、5をやめるか、もう展開狙い撃ちにしちゃうかですよね。ちょっとラトビーさんね、ありがとうございます。ちょっと流れがちょっと急に悪くなってきてるんで、見えてるようで見えてないんで、ちょっと真逆なんですよね、初手から。初手というか展開が逆になっちゃってるんで、ここで本命買ってね、本命1点で外したっていう方がよっぽど恥ずかしいんでちょっと穴っぽいところはしっかり押さえつつですね。1号には差し目がつくのか。折れずにいきますか。じゃあちょっと自分の初見の予想が125と152なんで、ここはちょっと差し目の、いやでも外してもあれだな、どうすかな。一応ちょっと配分変えながらちょっと買います。合計4点なんでちょっと勘弁してください。はい、どっちから、ちょっとこれで配分変えながらちょっとやってきますんで。あー、やっぱ鈴木選手横やらないですよね。なんか横やるイメージが全くなかったんで、そうっすね。
と1、2、5本来だとね勝負でいいような目なんですけど、自分はちょっとここは抑えて感じにします。1、5、2の差し目と1、3、4、3、4ですね。本当余裕あれば、6の、あ、5、6の3着かとかもちょっと買いたいかなというところはありますけどね。ちなみに5、6だとどれくらいですか。あ、やべえ、マジで買いてえな。選手の追走はしやすい。あ、出してないな。そっか。そうですね。じゃあちょっと一回自分ちょっとこれでちょっと買ってみます。されないでこう買うっていうのは結構大事かなと思うんで、やっぱり普通にこうね買って6点でね30倍とか12点でね万車券とかも全然取れるのが競輪なんで、自分はちょっとここの125はちょっと1000円かな買って他をちょっと穴狙いって感じで買いましたんで、はい、よろしくお願いします。ちょっとね流れが悪いんでね、2346か、2345かごめんなさい、間違えたか。ああ、八幡さん、追走はしやすいけど出してないから、でもちぎれ買うしかないもんで、ね、やっぱそうなんですよ、そっちを。自分はちょっと最初番組見た時は突っ張ってそのまま先行なら何でもないかなと思ったんですけどね。丸々さんが2から1515、4から125125ですね。ありがとうございます。鈴木選手のまくり展開ですかね、これはね。まくり展開、ありがとうございます。はい、1番さんが1枚1から34の全ですね、10枚ですね、ありがとうございます。後ろにつくとなんかやっぱタイミングずらされてちょっと離れるシーンがね、仕掛けのタイミングとかで離れてることがよく見るんで、ちょっと自分は本来だとね下の方本線でもいいかなぐらいな気持ちでは行きます。ちょっと、ね、点数多くなっちゃって申し訳ないですけど、はい、でも 1,2,3,4,5,6 8点ならそんな言うほど多くないかな、穴狙ってるんだから。はい、千葉さん、あ、そうですね、次っすね、次がねまだ悩んでるんですけどねどうしようかな。千葉さんが1から35の21から4の5倍ですね、ありがとうございます。丸丸さんが3から124、124も追加ですね、ありがとうございます。お罠っすねさ、でもこれ4がすんなり握られれば3から124は十分ありそうですけどね、逃がしてもらえれば、4367125で、
うなるかっすね。繊細度で買うなら152かな。215の差しよりは番手の差し目かな。はい、じゃあ締め切りになりましたので発送のね10分までもう少しお待ちください。ちょっとあと決勝っすよね。決勝どうするか、ごめんなさい、特選かどうするかっすね。9レースの特選があれなんですよね。6番の、あ、もうちょっと出走表変えちゃいますね。まあ、最終9レースですね。まあ、ここ6番の上原選手がまあ先行と見るんですけど、まあ、短期がね、自力タイプの、ね、短期が2社いるっていうところと、これなんか短期連れて関根選手が先行するとすげえなんかごちゃつきそうな気もするんですよね。まあ6776がね売れてますけど、そこがどうなるかですね。そうですね、足見せね見たいですね。中島選手がまずどっちにいるかですよね。関東の後ろにいるのか、難関の後ろにいるのかですよね。怖いのがね、これ本当3対2対1対1になってますけど、怖いのが本当3対4になっちゃう時ですね。そこが大穴っぽいですけどね。4の先行で一の先まくりで中島選手が乗っての1331とかね、よいしょ。じゃあちょっとね始まるんでちょっと切り替えますね。よいしょ。あでも三原選手ねだいぶね戻ってきましたけどね、やっぱりなんかメロンは違和感ありますね。どうなるか。行きましょう。勝った方当たりますように。いってらっしゃい。競争の最終組です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番岡山橋本亮太、2番長崎井出武、
3番秋田坂本隆、4番福島鈴木豪、5番福岡内山拓、6番群馬滝野翔太、7番東京飯島純。以上のメンバーによる対戦です。橋本亮太と鈴木豪にライン出てきます。本命はこの人、119期新エレーサー橋本亮太です。発送いたします。対抗する4番福島の鈴木豪です。体制完了。同行になりました。第8レース A 級予選競争スタートです。5番内山拓が前を取って1コーナー、続いて1番橋本亮太、2番が井出武史、6番滝野翔太、7番飯島純、3番は坂本隆、1番後ろから4番鈴木豪です。バックストレッチです。1番前に岡山橋本亮太入りました。当地初参戦の119期生、6月の高知で 1,2 半戦初優勝を飾っています。かまし先行でした。マークは2番車長崎の井出武史、続いて5番が福岡内山拓、1番2番5番の西日本遠征勢、2周回目日コーナー、7番の飯島純、ここは4番手で短期です。後ろ攻め5番手が4番福島の鈴木豪です。当地前回の予選はマークで立着でした。鈴木豪マーク3番秋田の坂本隆、4番3番東北勢には6番群馬竹野翔太がつきました。4番3番6番です。2周回目の第4コーナーを回っています。1番橋本亮太先頭、2番車井出武史マークして5番の内山拓、アウトコースから上がるのは4番の鈴木豪です。前を抑えて下がった1番橋本亮太、4番鈴木豪が先行体制に持ち込んでいる2コーナーです。1番橋本亮太は4番手から車間を切っています。バックストレッチ勢いをつけて1番橋本亮太がジャンでいくのか。3コーナー行きました。橋本亮太4番鈴木豪はここは合わせきれず下がりました。4コーナー待ってホームストレッチ、橋本亮太が主導権を取って、後ろは2番の井出武史、3番手5番の内山拓、7番の飯島純が4番手に乗り換えて、4番鈴木豪は5番手です。2コーナーからバックストレッチ、5番の内山拓がちょっと離れ気味、 200m 切って第3コーナー飛ばす1番の橋本亮太かかっています。マーク2番の井出武史、5番の内山拓が離れ気味、4コーナー余りました。せや1番橋本亮太先頭で踏み直しています。2番車の井出武史外から5番車が突っ込んだ内山拓、マジか、離れたように見えたんですが、ここは足を溜めていました内山拓です。直線一気に伸びました。5番の内山拓、マジかそろ心配ですが異常なしです。リプレイをご覧ください。車間を切りながら直線一気に突き抜けました。5番の内山拓、スーパースローをご覧ください。ライン3番手から5番の内山拓が伸びて5番2番1番です。決定放送までお待ちください。8レースの模様でした。65枚引きますね。第8レース A 級の予選競争をご覧いただきました。内山選手いいですね。いかがでした。3番手の内山、ね、余裕だね、あれはね、離れてるように見えましたか、見えましたけど、はい、久保山さんの実況もありました。離れていたわけではなく、はい、車間を前を取って詰め切りました。でもたけしもね、それ予期してたね、うん、4コーナーで後ろ見てたので、そうですよね、やられた、まあ、スピード比べに負けたというところでしょうか。そうですか。では放送です。決定1着5番1番、2着2番3着1番、4、5、6、7、2、6、7、2の後ろ、あ、やっぱ後ろっすね、672。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番5番2160円、車番連勝単式5番2番4800円、
850円、3連勝複式1番2番5番140円、3連勝単式5番2番1番6550円、ワイド2番5番150円、1番5番160円、1番2番100円、以上でございます。では第8レースの結果です。では8レースの決定です。1着5番内山拓、2着2番井出武史、3着1番橋本亮太で決まりました。払い戻し金2車単5番2番4850円、3連単5番2番1番6550円。はい、今8レース見ていただきました。まあ、ラインのねワンツースリーでは決まりましたけど、最後強烈でしたね。まあね、竹谷さんでも本当すごいいいレースですね。まあ、でもこれ明日以降もねちょっとね番組次第ですけどちょっと楽しみですね。はい、的中された方ねおめでとうございます。ちょっとまさかね1号2ぐらいまでかなと思ったんですけどね、まさかズブズブいって5号21でしたからねはい、じゃあちょっとね切り替えてちょっとキーレースですねちょっとやっていきます。いやー、一番さん安いと思います。はい、逆に全く思いつかなかった目なんで、逆にね1から3、4とかそっちの方が売れてたんですかね、売れ筋としてはね。いやー、番手ね、番手を指す1号2までは考えましたけど、でもちょっと明日楽しみですね。はい、でちょっと切り替えてねちょっと最終ですねちょっとやっていきます。丸々さん、そうですね、1、2、5売れすぎでしたね、あれね、確かに1000円も使っちゃってもったいないかもしれこれ、足見せだとあれですよね、1番の篠原選手はもう普通に走って1、4、5、6、7、2、3でしたよね。これどうなんですかね、すんなり、まあ、上原選手が逃げるんであれば人気サイドの多分6、7、7、6もしくは、ね、6の篠原選手のまくり上げの6、1、1、6とか、なんなら7、1、1、7とかなのかなとは思うんですけど、そんなに簡単なレースじゃない気がするんですよね、これね。どうなんだろうな。ちょっと明日番組見た段階だと6から7、1の7、1、2、3で、7、1の6の7、1、2、3なんですけど、ここね、関根選手がどう動くか。しわちさん、AI8 連勝。ちょっと次の AI は何を予想してるんですかね。次は6、メロン予想しますけど、どうしますか。6、2、5、1。すげえな。篠原選手が潜りますかね、三上さんね。6、7、2、1、4、5、3、決まんないな、ちょっと待って、これすげえなんか、筋違いの大穴が出そうなんですよね。篠原選手が、すんなりね、6、7、2、1、4、5、3の並びで、そのまま先行体制入るんであれば。逃げる、一回4531で一回誘導切ってそのまま先行体制入っちゃうとあれですよね。3113まであるな。いやでもちょっとごめん、初見の予想、ちょっと時間ないんで初見の予想でそのままいきます。
13サイチはシャタンで13倍から19倍ですね。でこっちは17、12倍から90倍ですね。選手らも先行からは番手の差し目、1番の篠原選手の4番手からのまくり上げですね。でここ篠原選手らも1、2着、まあ、前節のレース見ましたけどかなりいい動きしてたんでここはちょっと、ね、軸にしてみようかなと思います。で1、3、3、1ね、短期の自力の短期は絶対買わなきゃいけないって自分の中でも決めたんで、ここは1、3、3、1ちょっと買っときます。本当は1、6、3、6、6、3とか3773とかも買いたいんですけど、ちょっと目が多くなっちゃうんでちょっとね自分はやめます。はい、どうですかね。上原選手1番人気、前節の勝ち方だと本命にしていいかなと思うんですけどね、ちょっと展開が3対2対短期2人なのか3対4になっちゃうのかってところですよね。三上さんが3番手、岡本選手と短期、篠原選手が壊してきそう。岡本選手が壊すなのか、柴田さんがアベマ予想が6から27の折り返し136が1戦ですね。ありがとうございます。ここから2-7、岡本選手いいっすけどね。2-6まであるってことですか。奈良さんが6776の245、7447の625、4554、いいっすね、の1317、1331の5、波乱含み。あ、そうですね、ここはちょっとね時間がなかったんでもう初見の予想にしたんですけど、本当は1331のなんたらとか、あと13の135とかもちょっと買いたい気はしたんですけどね。あ、一番さんありがとうございます。4513で、まあ、4社になってるんですよね。で切って67に合わせて踏み合って73短期。明日待ってるでしょ。672出したら関根、そうですね。出したら多分関根選手じゃまくれないんで、逆にあれですよね、もう短期連れてそのまま先行体制ですよね。白津さんは627の1356ですね。ありがとうございます。テオさんが変なことになって217の奇跡を信じます。おお、あでもなんかありそうですけどね。6が4と踏み合って足削られて早めにいなくなっちゃう。で7の先行になって
で2の抜け出し3着残り217、うん、あると思います。短期のね2人がどう動くかっすけどね。おー、まるまるさん来ましたね。1から6、7、2、3、7。ありがとうございます。ここ自信あります。すげえ。楽しみですね。ありがとうございます。ひりおさんが1頭のみで買いました。うん。ありがとうございます。まあでも篠原選手ですよね、ここはね。もう前節、切り替えてね、もう自力で行きましたからね。あれは強いですね。もしくは4531の672で4が先行で6より先に1の先まくりであれば1516、うん、13ありますね。うん、ありがとうございます。13000、うん、いいですね。と7から26、2615ですね。ありがとうございます。足見せね、篠原選手ね、一人で走ってて、最終的にはね、中段飲まれてましたからね。まあでも強いですよね。いってらっしゃい。3番群馬中島正隆、4番地元ホームバンク関根健太郎、5番静岡落合達彦、6番埼玉上原拓也、7番埼玉丸山直樹。以上のメンバーによる対戦です。
関根健太郎と上原拓也にラインができるようです。篠原龍馬と岡本博史、この実力者の2人は篠原が短期、岡本博史はラインの3番手に行くようです。そしてホームはこの人4番関根健太郎です。ホームの正規参加は今年初めてとなりました。構えての号令かかっています。本命に押されたは6番車上原拓也です。号砲なりました。第9レース A 級特選競争スタートです。2番の岡本博史が行きました。続いて4番関根健太郎、5番が落合達彦、1番篠原龍馬、外から上がる6番上原拓也と7番丸山直樹です。最後尾3番は中島正隆、バックストレッチです。埼玉東京勢が前段、一番前は6番埼玉上原拓也です。トントン拍子に出世した上原も今年A級に下がって復活向けて足を戻しています。6番車上原拓也、マーク7番車同じく埼玉丸山直樹、平塚は高愛称バンクです。丸山直樹3番手、固める2番車東京岡本博史、埼玉東京勢6番7番2番、2周回目の1コーナー、地元の4番関根健太郎は4番手から、前回のホーム戦は準優勝でした。先方の幅を広げていきたいと昨日話していました。後ろは5番車静岡落合達彦、6月の伊藤で準優勝、一場所置いてそこからまた4場所連続準優勝という落合達彦、難関勢4番5番、1番コーチ篠原龍馬は現在6番手、4月の当地記念を走っていた実力者、今季 A 級に高級して現在2連覇中、3番中島正隆オールランダー、1番後ろ、ここで地元の4番関根健太郎動いた、ダッシュを周回1コーナー、難関勢が抑えて最強勢は下げました。1番篠原龍が3番手に上がっています。6番の上原拓也は4番手に引いて、さあどこで仕掛けるのか上原拓也、今ジャンが鳴ったところ、1番後ろは3番中島正隆です。2センターペースを落としています。4番関根健太郎、後ろは5番の落合達彦、4コーナー回って今日は先行策に入れました。4番関根健太郎逃げます。外から反撃態勢は埼玉東京勢、6番上原拓也現在3番手に上がっていますが、ここは下がりました。ここで7番の丸山の脇が切り替えて4番手、そして3番手からまくるのは1番の篠原龍馬、さあ200を切る3コーナー踏ん張る4番関根健太郎、まだ踏ん張る、外から来た1番の篠原龍馬です。4コーナーまた1番の篠原龍馬が先先頭に立った、外から伸びてくる7番の丸山直樹で1番7番です、第9レース A 級特選競争、篠原龍馬3番手からバックまくり、関根健太郎もよく頑張ったんですが、最後は力つきました。力でしたね。送信パインは異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。1番、7番、5番が谷に見えましたが、皆さんバッチリでしたね、1からでしたもんね。篠原龍馬のまくり勝ち、ちょっとから伸びる7番丸山直樹、そして5番は落合達彦、スーパースローをご覧ください。1番篠原龍馬に7番丸山の駅で5番車落合達彦です。1番7番5番決定放送までお待ちください。9レースの模様でした。いや中島選手ねついてるはずだったんですけどね、一旦でねそのまま初日特選競争の模様をご覧いただきました。関根選手がまあじゃんまあね強いですね。まあ的中された方ねおめでとうございます。ちょっとね6ちょっと参っちゃったな。いや、まるまるさん、そうですね、展開的には1の先まくりなのかでしたけどね、中島選手、そうですね、前節からちょっと足りない感じしますね。1、3はでもあると思ったんだけどな。軸はやっぱ1から6、7でしたね。1から3、6、7か。もったいないことしたな。関根選手ね、いい走りでしたよね。まあ、先行すれば穴になるかなと思ったら。やっぱり先行しましたね。でも17になるとちょっと安く、うわぁ、つくじゃん。いやー、つきましたね。むしろ2車間でいいな、俺。17。いやー、やっぱ荒れましたね。
そんな中秀吉さんバチですからね、 1からねいやでも愛知マンさん展開読みバッチリだったじゃないですか。やっぱ関根選手が踏んで、篠原選手が上原選手が削られての7と、あとはもう1-3、展開的にはバッチリでしたもんね。でもこれ普通に考えればあれかな、やっぱり6が早めに力尽きての1771とか、あでも2がいるからあれか、あでも7117とか変えなくはないですもんね。いやー悔しいな適正された方、秀吉さんかな、秀吉さんと、あとは誰かいますか、ないかな、三上さんが抑えですよね。適正おめでとうございます。他にもね適正された方いましたらおめでとうございます。ちょっと後半結構コテンパンにやられちゃって行ってこいぐらいになっちゃって、ちょっとね参考にしていただいた方すいませんでした。ちょっとね今日選手の調子とか全部見れたんで、明日明後日ちょっとねしっかり修正して予想も修正していきますのでよろしくお願いいたします。はい、あ、奈良さんありがとうございます、お疲れ様でした。鋭い予想もねありがとうございました。いやーでもそうっすね、上原選手もうちょっと明日からちょっとマイナスにします。ちょっと前節のね決勝がすごいいい走りだったんでね、ちょっと変えましたけど、しょうがないですね。まあ初日の特選っていうのもありますからね。ちょっとね、ガトビーさんもねありがとうございます。ちょっとね参考にしていただいたのになんか後半で申し訳なかったです。ちょっと明日しっかり取れるようにやってきますんで、もしよかったらご視聴よろしくお願いします。はい、ところですかね。はい、ではですね。じゃちょっとウィンチケット使ってない方はぜひ新規登録をお願いいたします。このミッドナイト競輪の配信もねウィンチケットのもとやっておりますので、ぜひ新規登録と、もしよかったらね1000以上チャージしていただいて紹介コードですね入力よろしくお願いいたします。まあ、そうするとね継続して配信もできるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あともしよかったら YouTube のチャンネル登録と高評価ですねよろしくお願いします。今日はなんかせこい勝ち方であれなんですけど、一応5日連続で勝ちで逃げてるんで、ちょっと明日はしっかり 200% 以上取れるようにやっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、あ、ひでさんありがとうございます、ありがとうございます。本当最後バッチリでしたね。はい、すごい、もう1からバッチリでしたもんね。いや、さすがでしたね。はい、ね、お付き合いいただきありがとうございました。はい、うん、そうですね、ちょっと、あいちまさんありがとうございます。ちょっと初日にしたらちょっと使いすぎた気がしますけど、はい。ちょっとね、しっかり修正してやってきますんで、よろしくお願いします。はい。ではね、今日もね、遅くまでご視聴いただきありがとうございました。で、明日も、平塚の準決勝を中心に、ちょっとね、しっかり修正して 200% 取れるようにやってきますんで、ぜひ、ご視聴よろしくお願いいたします。はい。シャツもね、お疲れ様でした。ありがとうございます。うん。やっぱシャツさんね、ニットがね、やっぱ楽しいですね。もしね、お時間あれば明日もよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、遅くまでありがとうございました。この辺りで失礼いたします。お疲れ様でした。失礼いたします。